にちは、タコちゃんズのタコミです。本日はルーディーズの魚シラバの自作方法についてご紹介していきたいと思います。こちら今大変品薄になっていて、欲しくてもなかなか手に入らないという方も多いかと思います。ちなみに私が自作した完成品がこちらになります。ネクタイとかスカートがあって見づらいかとは思いますが、ヘッドがあってスカートがついていて段差フックがついています。そしてこれが本家魚シラバはカーリー型って言ったらいいんですかね。カーリー型タイプのネクタイなんですけれども、私が自作した分はストレートタイプのネクタイで作りました。このネクタイの部分はお好みで形を変えることも可能です。というわけで今回はこちらの自作魚シラバの作り方についてご紹介していきます。それでは初めに材料の紹介です。まずこの魚シラバのヘッドの部分ですね。こちらについてはガバカツのジョイントノッカーという部品を使っていきたいと思います。裏に説明があるんですけれども、重りとフックをつけるアイが外れるようになってるんですね。もともとこんな風にジグヘッドとして使うことを想定されているようなんですけれども、今回はこちらを使って作っていきたいと思います。こちらのジョイントノッカーについては最小でも 3g、 またそれ以上の重さのラインナップしかないので、 3g 以下を使おうとするとちょっとこちらだと難しいですね。3g 以下を作りたい場合はガン玉を使うか中通し重りを使って工夫するかといった形になるかと思うんですけれども、今回は 3g のジョイントノッカーを使って作っていきたいと思います。ジョイントノッカーなんですけれども、オレンジと黒の2種類のラインナップがあります。今回はネクタイの色も合わせやすい黒で作っていきたいと思います。そしてスカートとネクタイを作るのに使うのはこちら100円ショップで購入したゴム風船です。そしてスプリットリングです。こちらはなるべく小さいものを準備するようにしてください。続きまして針です。針についてはあまり大きいものでなければお好みのものを使ってもらえばいいのかなと思います。うちにあった針で大きさがちょうど良かったのはこのアスカ針だったので、今回はこちらを使っていきます。もちろんアジング用のちっちゃい針でも大丈夫です。あとは赤糸です。ただ魚シラバの仕掛け見ていただくと分かると思うんですけれども、針から出ている糸の部分がすごく短いんですね。なのでいつもの外掛け結びとかで結ぼうとするとなかなかこの短さで結ぶのは難しいので、今回は赤糸で固定するというやり方を取りたいと思います。そして糸ですね、ちょっと太めの P ラインを使用していきたいと思います。あとは蛍光チューブです。こちらはネクタイとかスカートとかを重りに固定するために使います。材料については以上になります。あとは道具として風船からネクタイを切り出すための型ですね。これはもう適当な紙かなんかに自分の作りたい形を書いて切り取ったものです。道具は以上になります。それでは早速仕掛けを作っていきたいと思います。それではまずはじめにスカートとネクタイを作っていきたいと思います。色についてはもう完全にお好みで選んでもらって大丈夫です。今回は黒いヘッドなので本家の黒金ラメをちょっと意識して、なのでネクタイが黒、スカートが白で作ってみたいと思います。ちょっとラメが入ってないんでどうなんだろうっていうところはありますが、せっかくなんでちょっと色を合わせて作ってみたいと思います。というわけで黒と白ですね。そうしましたらこの丸のままでは作れないので、まずはじめにこちら風船を開いていきます。この時に必要な長さが足りなくならないように気をつけて切っていきます。はい、こんな感じで丸まった部分に切り込みを入れて平面にしました。ちょっとまだ丸まってる部分もあるんで、型を乗せて必要な面積になるように大きさが決まったらもう一回切っちゃってもいいかもしれないですね。多分これの半分で足りるんで、ちょっと作業しやすくなるように半分に切ってしまいます。そうしましたら風船に型を乗せて、まずはペンで切り取る部分をなぞっていきます。まずは大雑把に描いちゃって大丈夫です。後で型と合わせながら微調整していけるので、少し写ってるの分かるでしょうか。こんな感じで型取ったものを風船に移しました。であとはこれを切っていきます。これでざっくり切り取ったら、あとは型に合わせて微調整です。はい、これで完成です。こんな感じになります。続きましてスカートです。スカートの部分はもっと簡単で、長めの細い紐状の部品をいっぱい作ります。こちら本家はスカートが4本なので、それに合わせて4本にしてもいいですし、お好みでもっといっぱいつけても大丈夫です。長い分には後で切ることできるので、気持ち長めに作っとくといいかもしれません。さっきのこのチューブに折り返す形になるので、このスカートの全体の長さの2倍よりもちょっと長めになるように切ってください。こんな感じでいくつ
か作ってみました。スカートとネクタイが完成したので、続いて針の方を作っていきたいと思います。続きまして、針に糸を結んでいきたいと思います。まずじゃあ P ラインを適当な長さで切ります。必要な長さよりもだいぶ長めに切っちゃった方が作業はやりやすいかと思います。そうしましたら、1つ目のスプリットリングに先に固定していきます。こちらは魚調場なんですけれども、スプリットリングが2つ使われているんですね。まずはこの針につなぐスプリットリングのところを作っていきます。これに2つ折りにした糸を通します。こんな感じですね、通します。そしたらこの輪っかの方に先端を通します。はい、こういう状況です。そしたらこのスプリットリングのところを持って先端側の2本の糸を引っ張ります。こんな感じでスプリットリングと輪っかが固定できます。こんな感じでリングに対してそれぞれ先端が2本出ているって感じですね。このそれぞれに針を結んでいきます。そうしましたら次、針ですね。針のこの根元の部分に下地となる石糸を巻きます。まずこの下で簡単に固定して、こんな感じでぐるぐると下糸を巻いていきます。で、下糸については、みじみじに巻く必要はありません。糸が滑らなくなるようにするだけなので、多少隙間が空いてでも大丈夫です。針の根元方向に向かって巻いていきます。上まで巻けましたら、先ほどのスプリットリングに糸を結んだものを準備します。固定したい長さのところで石糸を今度はきつく巻いていきます。長さについては本家を参考にします。短い方が2ミリぐらいで、長い方が5ミリぐらいでしょうか。実物がある場合は実物と長さを見比べてもらっても大丈夫です。はい、こんなもんですね。で、固定したい場所を決めたら石糸でしっかりと巻きつけます。1回2回くらい巻きつけて、一度長さをちゃんと確認して OK だなって泣いたらぐるぐる巻いていきます。そうしましたら一旦この糸をどけて1回巻きつけて、でもう1回巻きます。はい、でちょっと最後エンドノットで締めるところがちょっとトラブルにより石糸が切れてしまったので、これどうしようかな。最後エンドノットができればいいんですけど、ちょっとギリギリかな。かなりスレスレでしたが、なんとかエンドノット組むことができました。これでしっかりエンドノットが組めたら最後糸を切ります。この元の部分ももう切ってしまって大丈夫です。そしてこの長い部分も切っちゃいます。そうしましたら最後この B ラインの結び目を保護するのに軽く接着剤を塗ります。はい、こんな感じで片方の糸に針が結びました。もう片方についても結び方は同じですね。はい、これで針部分の仕掛けが完成です。ちゃんと段差フックになってるかなと思います。そうしましたら次は、先ほど作ったこの仕掛けのこのスプリットリングにもう一個スプリットリングをつなげます。ジョイントノッカーがこんな感じで、こっち側にさっきの針をつけるんですけれども、スプリットリングをこことくっつけて針のスプリットリングとさらにくっつけるという形になります。ではまずこちらの部品にもう一個スプリットリングをくっつけます。このちっちゃいスプリットリングとスプリットリングをつなげるという作業が今回の仕掛けの一番難しいところかなと思います。あると便利というか、もう必須と言っても過言ではないのがこのスプリットリングオープナーです。これで映像にすらほぼ映らないようなちっちゃいスプリットリングを開けて、さっきのスプリットリングと連結します。あれ、今日は意外とすんなり入った。リングとリングを連結して、その下に針ですね。はい、これで針部分の仕掛けは完成です。それでは最後、蛍光チューブを使って重りにネクタイとスカートを固定して、この針をさらに固定していきます。こちらのチューブを切ります。結構細くです。太すぎると針のスプリットリングを重りの愛に通す余地がなくなってしまうので、はい、このぐらいですね。これに先ほど作ったネクタイとかを通していきます。通してみてちょっとネクタイとかスカートが太すぎるようでしたら、ハサミで調整してください。通すときはピンセットとか爪楊枝なんかがあると通しやすいかなと思います。スカートについては平刃用で発売されているものを短く切って転用することも可能です。見栄えはそっちの方がいいですね。ちょっと高くつきますが、ネクタイ切り出すのはそんな大した手間じゃないんですけれども、結構スカート切り出すのめんどくさかったりするんで、スカートだけは平刃用をそのまま転用しちゃってもいいかもしれません。はい、完成形としてはこんな感じです。ちゃんと重りに通すとそれっぽくなるので大丈夫です。長さとしても大体こんなものでいいかなと思います。ジョイントノッカーはこのような感じに、ちょっとアイの向きが右と左というか上と下で違っていて、
この少しくの字に上向いてる方が本線側です。まっすぐな方、こっち側が針側です。本来のジョイントノッカーとは逆の使い方をします。このまっすぐな方に先ほど作ったやつをブスッと刺します。こんな感じでチューブをブスッと刺します。そしてこの出てきたこの部分、爪楊枝を刺しているこの部分ですね、この部分にさっきのスプリットリングを結ぶことになります。なのでこのチューブが太すぎると輪っかが埋まってしまってスプリットリングがつなげられないことになるので、なるべく細く作ってください。はい、それでは最後針のリングを結びます。無事スプリットリングが通ったらこれで仕掛けが完成です。どうでしょう、ネクタイ気持ち細かったらもう少しハサミで調整してもいいかもしれないですね。ギョシラバの自作の方法は以上になります。本日の動画はここまでになります。この動画を見ていいなと思ってくださった方はいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではタコちゃんズでした。ありがとうございました。